とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はサムネイルにものすごく強気なサムネイルを作ってしまって本当にすいません。でもこれ本気なんです。本気のやつなんです。ところで皆さん、最強キャラって誰だと思いますか？リンク？いやいや、ガノン？いやいや、全然違います。最強キャラは、大妖精です。YouTube 上や攻略サイトでは、大妖精って結構評価が低いんですよ。下から2番目ぐらい弱いかなとか、こいつは本当に使いにくいとか、そういった評価がされてますけども、そんなことはない。もうダントツで一番強いキャラクターが大妖精です。もう大妖精じゃないですね。破壊神です、こいつは。使っているところを見てもらった方がわかりやすいので、プレイ動画、行ってみましょう。では、早速、行きますね。これが一番難しいクエスト。怨念の沼、だね。ここ結構時間かかるんだけども、大妖精ならば全然1分20秒台ぐらいで倒してます。はい、1体目終わり、楽勝だね。で、2体目もちょっと出待ちしときましょう。次ガチロック、はい、 OK。 でここでスマッシュ入れて、もうちょっとかな、もうちょっとだね。ちょっと追い打ちをちょっと入れましょう。はい、終わり。次が、怨念ヒノックスですね。ちょっと出待ちします。はい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 、いい感じに削るでしょいい感じというか、ありえないぐらいに削るよね。はい、倒しました。次、あ、ここがねちょっと入りにくいな。大きいキャラってここ入りにくいですよね。よし、おっと、いけたか、いけたね。はい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 。入りにくいっていうのが、ちょっとこの、まあ、大妖精じゃなしにしても、まあ、ガノンとかね、そういう大きいやつには、付きまとうやつですよね。はい、ガーディアンおしまい。次、最後、ライネル。だね。あ、違う、入っちゃった、入っちゃった。ちょっとダメダメダメ。あー、ちょっと遅いかな、今回。行きましょう、ライネルちゃん。はい、ライネルはちょっとしぶといからね。このあともう少し削って終わりかな。はい、こう行きなさい。はい、いけたかな。まあいけないにしても必殺技があるから大丈夫。どうだ。はい、倒しました。こんな感じですね。それでは細かい説明をしていくね。大妖精を使うにあたって必要なものがあります。それが連射コントローラー。連射コントローラーが必要なのよ。まあなくてもいけるちゃいけるけど、指が相当疲れるので一応推奨と覚えておいてください。連射コントローラー推奨ですね。で、大妖精は4人います。4人ともそれぞれ攻撃力とかが違って、一番おすすめの大妖精がこの子。ちょうど出たね。髪の毛、後ろがね、なんかドレッドヘアみたいになってる、このモコモコしたお姉さん。この人が一番強い。で、使い方が、ZR。で、花を咲かせるのよね。こう花を咲かせる。で、この花を咲かせた後に、B ボタンで回避する。すると、花が一瞬で終わるのよ。これを連打する。こんな感じ。これは連射機だけども、一応手動でも、まあ、ここまでのスピードは出ないけど、そこそこ速くいける。このお姉さんが咲かせる花が一番強いからね。この次に強いのは鎧装。で、その他の2名は、別強くないので、
まあ、とにかく一番強いこのお姉さんにするっていうのがおすすめ、おすすめっていうか絶対、うん、このお姉さんにして ZR と B ボタンを連打、それだけです。特に他の攻撃はしない。とにかく ZR と B ボタンを連打するっていうことだね。でこれ B ボタンも連打してるから敵の攻撃をねすげえ避ける、避けるっていうかあのジャスト回避するんだよね。なので何気なくこう動いてても動いてこの花で攻撃しててもジャスト回避がまあ7割型ぐらい 70% ぐらいの確率で発動するので、もうこのままラッシュを入れてスマッシュでダメージを与えることもできます。まあめちゃくちゃ楽ですっげえ強いキャラもう本当にもうこのキャラクターを使い出したら他のキャラクターがもうぬるくてぬるくて、もうむしろ本当ねチートキャラです大妖精は。そして注意点もいくつかあって、大妖精の咲かせる花にはあのね攻撃範囲があるんですよ。それぞれ4人とも全部違う。このお姉さんが自分と密着した状態の敵にはあまり当たらないのよ。なのでちょっと距離を空けた感じで打っていくといいね。まあでかいボスに対しては全然密着して打っていいんだけども、ゴコブリンとかそのあたりのちっちゃいやつに関してはちょっとね間を空けて攻撃していくとガシガシ削るので、まあそれはやっていくうちに覚えると思うよ。あ、ここぐらいの距離かっていうのがわかるので、それはやっていくうちに分かってくると思います。とそれと通常攻撃とかをしてしまうと2回目でね他のお姉さんと交代してしまうのよ。一番強いこのお姉さんを維持しときたいんで交代はしなくていい。なので通常攻撃はまずしない。そして移動、移動も基本この B ボタンの回避で移動するようにしてください。普通に移動してるとつぼみの中に入るのね。でつぼみから出てくるとお姉さんがキャンセルされて別の人に変わってる可能性が出るんですよ。なので移動は回避攻撃で移動するようにしてください。もうとにかく、ああいないななかなか来ないな。来るときすごい来るんですけどね、このモコモコのお姉さんをずっと維持するように移動は回避で通常攻撃はせずにある程度距離を取って攻撃が当たるようにして戦っていく、まあ、それがコツですね。あとは連射器は持ってない人はあのメルカリとかで1000円ぐらいで売ってるので、うん、まあ軽く買ってもいいんじゃないですかまあ自分でね連射もいけるよ、なんとかなんとかいけるけど疲れてくるので、はい、まあとりあえずこれが大妖精ならぬ破壊神の使い方です。はい、ということで今日は最強キャラが誰なのかというのをやってみました。間違いなくダントツナンバーワンが大妖精、いや破壊神です。それではまた出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。そして公式 LINE もやっております。公式 LINE では実写動画も上げてますのでチェックをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。